家計簿やめた、通帳も見ない、でその日に欲しいものを買うようにしたの。勇気いるよね。勇気いるだけど、それをね、柔らかい100円高いトイレットペーパーにしたら、トイレに行くたびふわって幸せなわけよ。私は結構うちは親もすごいお金にはうるさかったし厳しかったの、でだからね、それでこういつもうちはお金はないからねとかって母親も口癖のように言っていたから、もう子どもの頃から高いものなんて絶対値段れない、家族でご飯に行っても一番安いものをこれが食べたいって言っちゃうし、私もそうだった。本当にそうで、なんかね、クリスマスでもサンタさんが親って思っちゃった瞬間からもう高いものは頼めないとか、そうやっていつもいつもやってたし、でね、なんかこう大人になっても親にお金の負担をかけないように、親に悪い悪いって思って自分でなんか一生懸命バイトしてとかそういうことをやってきたの。でなんかそのだからね、私は自分では借金とかもすごくいけないものだと信じていて、でなんかお金は人を狂わせるとか、やっぱり親とかいろんな人から言われたこと、すごく怖いもの、お金っていうのはとにかく怖い、お金は魔物とか言う人もいるしね。そういうイメージの方が強かったから、もう私は、お金じゃないんだと思ってたし、だからね、別に貧乏でも、なんていうの、心が豊かならそれでいい。そうなの、そうなの、そういう感じ。分かる。それは間違ってないんだけど、そうそれを美しいとされる世の中だったしね。そうだよね。そうで、まあそれを本当に信じてやってたから、まあお金はいつも裕福ではずっとなかったし、でなんかこう特に、離婚をして一人暮らしになった時っていうのは本当にカツカツだったのね。で親にも頼っちゃいけない、もうこの年で実家になんてとんでもないって当時は思って離婚して一人暮らしをしてた時のカツカツの生活で、もう節約できることが素晴らしいと思ってたから分かる私もそう。もうそれはそれはケチケチと一生懸命ね、スーパーも半額の時間狙っていて、半額のもの買ってきて、小分けして冷凍して、5円でも1円でも安いものを買おうとしてる。今でもちょっとそういうとこある。でね、そういうことをやっていて、それがもう当たり前というか、それが正しいと思ってたから、それがなんていうの、つつましやかにみたいな、いい言葉で。そうなの、でもね、それをやってる人って絶対 お金持ちって呼ばれるような人にはならないって今思う。そうだね、ね、どうやって使えばいいの、じゃあお金、ワクワクするものやっぱり楽しいことに使うんだなって今は思っていて、でなんで私がそれができるようになったって、やっぱりね、もうすごく苦しかったの、お金を常に見張っているのね、通帳も見張るし、給料明細とか、もうタイムカードとちゃんと合ってるよね、だってコピーしてたもん私。すごい。タイムカードコピーして、なんかね、誰かが間違ってたって聞いちゃって、そんなのとんでもないと思って、もうね、そのこうちゃんと比較して、合ってる合ってるとかやってるぐらい見張りまくってた、でもある程度その一人暮らしの時は家計簿みたいなのをつけて、あと何千円以内で食事をなんとかするんだとか言って、もうすごい常にその見張って、それ見るたんび不安で、あ、引き落とし、明日引き落としだ、大丈夫だよねとか、そういうことをずっと繰り返してたんだけれども、なんかね、ジンさんのブログかな、見て、まず最初にその家計簿とかを見張るのをやめろみたいな。そんな怖いことないわけだって1ヶ月で1万円残んないんだもん、私のその時の生活、通帳に、ちゃんと見張ってないと、お金さんはどこかに行ってしまうんじゃないかとか思っちゃうわけだね。だって足りなくなったら借金しかないでしょ、で借金が一番いけないことだと思ってたから、だから、もう本当にその見張んないなんて恐ろしかったんだけど、それをやったのよね、まずその、家計簿やめた、通帳も見ない、でその日に欲しいものを買うようにしたの。勇気いるよね。勇気いる
だから、うん、なんていうの、もうね、あの、まあ、それはね、もちろん自分の収入分かってるから、うん、そこへ来ていきなり5万円のコートとかは買えないけれども、うん、欲しくてもそうそう、人ってちゃんとその辺を考えるんだよね。なんかちゃんと生活の中で、うん、例えばトイレットペーパーよ、あ、うん、一番安いのを買うんじゃなくて、一番安いのを特売の日に買って貯めとくんじゃなくってなんかいいやつ、うん、ちょっとふわふわっとした感じの、本当に100円ぐらいしか違わないんだ。そうだよね。なのにその本当に100円を一番安いものを買って、うん、だけどそれをね、柔らかい100円高いトイレットペーパーにしたら、うん、トイレに行くたびふわって幸せなわけよ。あー、そっか、あ、なんだと思って、そういうちょっとした日常の幸せを私は捨ててたんだなって気がついた。うん、うん、なんかさ、お金使っていいよって言われるとすごい不安になるじゃん、なくなっちゃう。でもその節約してたものって本当にわずかなことだったりすることに気がついてないんだよね。なんならさ、ため買いしといて、まあ、あるのに買ってきちゃったりとか、安物がいみたいなことになって、なんかすぐ壊れちゃったりとかね。それだから、そういうふうに今までは値段で全部を決めていた、ずっと長い人生そうだったんだけど、それをやめようと思ったの。そしたら全然一つができるとまたできるっていう感じ。そう、なんかね、今日は肉が食べたいと思ったら肉が高くても肉を食べる、うん、買う、うん、とか言って、ただその代わりもう一つ同時にやったことが、嫌なことを断ることね。